こんにちは、マフィンです。9月後半の平日にコストコに行ってきました。今回の購入総額は約3万1000円です。この動画では購入した食品13点の価格と詳細をご紹介します。日用品とお店の購入品は次の動画でご覧ください。山本コーヒー館のヨーロピアンブレンドは何度もリピートしている定番コーヒーです。コストコ価格はとても安いですよね。コクのある深めの焙煎で価格以上に美味しいコーヒーです。リプトンの紅茶はイエローラベルの大容量バッグを買いました。スーパーなどで買うよりかなりお得ですね。この商品は個包装タイプではありません。自宅で飲むだけならこれで十分です。ジッパー式の開閉口はきっちり閉まるので開封後も安心。開封すると中にはティーバッグが180個まとめて入っています。前回購入したリプトンのオーガニックダージリンもとても美味しい紅茶でした。ロイヤルティーのオーガニックルイボスティーはパッケージが新しくなり200個入りに変わりました。以前のパッケージは箱入りでしたが、新パッケージは大袋入りです。開封して中身を見てみました。大袋の中には銀色の袋が10個入り。銀色の袋は旧パッケージの紙箱に入っていたものと同じだと思います。この銀色の一袋に20個の紐なしティーバッグが入っています。ティーバッグは以前と同じ形です。2個くっついた状態で入っていますが、破線で切り離せます。ノンカフェインですっきりした味わい、とても飲みやすいルイボスティーです。我が家では一年中ルイボスティーをホットやアイスで飲んでいます。コストコのルイボスティーの美味しい飲み方や活用方法は過去動画でご覧いただけます。トルタサンドイッチロールが数年ぶりに復活して嬉しいです。我が家では2017年に購入したのが最後だったので本当に久しぶりです。六角形で少し平らなパン、このパンはバゲットとフォカッチャの中間のような生地で、そのまま食べるとかなり素朴な味わいです。いろいろな具を挟んで食べると美味しさが増すパンなのです。よく見たら半分に切り込みが入っています。以前は切り込みがなかったのでこれは便利かも。サンドを作って食べた時の様子や冷凍方法などは別動画で詳しくご紹介予定です。定番のバリラもまた買いました。バリラはやっぱりコストコが安いですね。ボンヌママのオービンブルーベリージャムもコストコはお得です。不思議なのですが、小瓶よりオービンの方が味は美味しいと思います。オービンですが赤いチェック柄の蓋はとても可愛いですね。この空き瓶はリサイクルして使うことができます。私は残ったパン粉や片栗粉などの保存に使っています。瓶が大きくて蓋も開け閉めしやすいので使いやすいですよ。ブルックサイドのチョコレートは2回目の購入。前回初めて買ってみたら本当に美味しくて家族でハマってしまいました。グミのような弾力があるフルーツ果汁濃縮ゼリーが入ったダークチョコレート。チョコレートの種類は3種類。赤いパッケージはザクロ、青いパッケージはアサイー&ブルーベリー、オレンジ色のパッケージはブラッドオレンジ&ピーチ。個包装で食べやすいサイズ、カロリーも控えめでおやつにぴったりでした。3種類はどれも間違いなく美味しかったです。夏でもチョコがペタペタしないのも気に入ったところです。産地の味噌汁巡り、毎回のようにリピートしているインスタントのお味噌汁。味はシンプルなのですが具材とお味噌を自由に組み合わせて作れるから本当に飽きません。
ちらの袋は前回買った残りですが、例えばこんな風に具材と味噌をいろいろ組み合わせられます。具も味噌も個包装の色がそれぞれ違うので見分けやすいです。お弁当の時などに持って行ってます。むきニンニクは2回目の購入です。今年3月に初めて買ってみたら意外と便利に使えました。その時は冷凍したらとても使いやすかったので、今回は購入してすぐ全部冷凍しました。日本のニンニクより香りが弱めなのでお料理に使いやすいです。皮を剥かなくていいというのは便利だなと思いました。グリーンキウイ、今回もニュージーランド産。酸味と甘みがちょうどよくて美味しいキウイです。1個がかなり大きめで数えたら12個入りでした。でも今回残念ながら真ん中に入っていた1個が傷んでカビ始めていました。これ以外は固めで大丈夫でしたが、過去にもキウイは何度か似たようなことがあります。我が家からコストコは遠いので返品には行きませんが、これはちょっと残念でした。今回はアルトバイエルンが安くなっていました。500グラムずつ2袋セットで使いやすいサイズ。半分はこの袋のまま冷凍しています。卵はいつもの20個入り。コストコの卵の価格は前回行った時に値上がりしていましたが、今回は値段も落ち着いたようです。少し安くなっていました。無塩バターも前回と同じ明治北海道バターを買いました。コストコのバター価格は安定していますね。スーパーより安いので、コストコに行った時にはほぼ毎回バターを買っています。今回コストコで購入した食品は全部で13点。食品分の購入額は約1万3000円でした。日用品とお水の購入品は次の動画に続きます。